インゾーンに置き、そのまま深くしゃがみ込みます。これを繰り返しながら前に進んでいきましょう。注意するポイントは、ライン上に足を前後に置いて下にしゃがみ込むとき、前の膝が90度、後ろの膝も90度を保てるようにバランスを保ちましょう。この時に太ももとお尻の力をしっかり使えているかを意識しましょう。前から見た時に膝が内側に入ってしまったり外側に開いてしまったりしないように、つま先と膝はまっすぐ正面を向けたまま、後ろの足のつま先と膝もまっすぐ正面を向けて行ってみましょう。できる人は前に進むだけではなく、ここから後ろに足を大きく出してしゃがみ込む、後ろに進むのもやってみましょう。